神のアニマルチャンネル。はい、じゃあ始まりました熱海の〇〇チャンネル。〇〇チャンネル。はい、今回ね、私ゴリノスと、はいどうぞ。B さんがナレーションを務めさせていただきます。今回ちょっと、ナレーション形式でお送りするんですけど、熱海市伊豆山にある小郷さん、1日1組限定しか泊まれないっていうお宿なんですけど、古民家を改修した、宿で。これをね、和風家屋が良かったね。良かったですね。とっても風情がある素晴らしいとこでした。ちょっとね、音声使えないってことでこんな感じなんですけど、ちょっとご紹介させていただきます。ね、なかなかいいとこだったね、ここ。いや、結構すごい綺麗。そう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 、水さんの中にも割と静かだと思ってね。そうですね。そうで、ここでね、そうそう、なんかちょっと変わったイベントが開かれるっていうことでやってましたね。うん、で、まあそれがどんなイベントなのかというと、満身創痍。満身創痍。そうそう、なんかね、傷だらけみたいな内容でタトゥーと、SM ショー、それから金箔ショーで、芸者さんによる舞、このコラボレーションをね、やるようなイベントなんですけど、斬新です。そうそうそう。で、どんな内容なのかなってのをちょっとね、で、お酒飲んだりね、ご飯食べたりもできるよね。そうですね。そうそうそう、飲みすぎちゃいました。そう、飲んだねまあ、どんな内容なのかをちょっとお送りしていきますので、ご覧ください。で、まずは舞妓さんによ、芸者さんによる舞、舞妓さんによっちゃ、なんだ、違う熱海の芸者さん、これ前に前回紹介した猫じゃさんの琥珀姉さん、琥珀姉さんに踊っていただきました。いや、綺麗でしたね。うん、ね、これしっかりこう着物と小道具使ってね、で三本仕立てで今回踊ってもらったんだけど、その伝統的な日本の曲だけじゃなくてね、 J-POP なんかも使って、そうですね、そう、そんな曲をに合わせてね踊ってるっていう、なかなか面白い試みで、そうですね、若い人にもね楽しめるような感じになってました。うん、確かに。でね、小道具だけで、舞と小道具だけで、セリフはもちろんないんで、でもそれでこう指の動きとか踊りによって表現するっていうね、内容を、もうなんていうんですかね、妖艶な部分とかしなやかな部分とかいろいろあったんだけど、 そうですね、そのストーリーをしっかり楽しめるような内容になってたんで、うん、これなかなか、ね、そうそうそう、普段見れないですもんね。普段見れない。でもなんか猫じゃさんの方でもね、ショーやるなんて、お前ね、言ってたんで、はいはいはい、そこでも見れるかもしれないんで、見たい人はぜひ、そう、ぜひぜひ猫じゃさんの方に行って、琥珀姉さんとお話しながら、飲みながら、そう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 、はい、飲んで食べて、こうやって舞を楽しむこともできるかもしれないんで、まあお気軽にお問い合わせくださいということで、どうぞ。はい、で続きまして、今度ね、薄木京子さんという方による、自爆ショー。自爆です、ね、そう、自らを縛ると書いて自爆症ですね。爆発じゃない、ね、爆発じゃない方ですね。爆発するとちょっといろいろ問題があるそうで、こちらね、こう縄で自らを縛ってね、こうエロスとストーリーを表現する。で、こちらも小道具交えつつね、まあマイルドといってはマイルドなんだけど、ヌーブってわけではないのね。これ和風 SM ショー。そうそうそう。で、こうそのエロスを脱がないエロスっていうのをなんかテーマにしてる方で、ムーディーな感じと、ね、そう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 、それでこう表現させていただいて、まあ照明とかもね、その表現の一つ使ってるんですけど、この人はね、空間懺悔師っていう肩書きで、まあマジックしたり楽器を使ったりして、なんかいろいろショーをやってる方なんで、気になる方はググっていただいて、ね、そうそう、なんか昭和レトロな雰囲気をこうモットーにしてるような方なので、よかったらちょっと調べて。絶対日常で触れない、触れない触れない、そうですね、うん、で今回この和風のね、座敷に合う感じの人だったんで、すごく実際見ててね、うん、なんかこう雰囲気がこう伝わってくる感じ、そうですね、とても良かったです。ストーリー性があって、そうそうそう。で、まあこう、なんていうんですかね、際どいものはそんなないので、うんうん、実際こう脱いだりはしないので、だいぶ太もも出ちゃった。ここはちょっとね、やっぱ最低限のエロス。なるほど。ああ、もうかわした。続きましてね、次ね、打ってね、タトゥー。タトゥーですね。そう、今回ね、もうタトゥーの実演、実際ここで彫ってくれるっていう、はあ、うん、そんなこともやってまして、で、あらららららら、そうそう、ホリブルさん、ホリブリューとか言って、ホリブルさん、うんうん、そう、で、女性のね、方が今回彫ってくれまして、素敵な方でしたね。そうそうそう、すごい素敵な人で、でね、今、彫ってもらってるんですけどね。これね、自分が昔彫ったやつをカバーしてくれる。
なんかリメイクみたいな感じでそう彫ってくれるっていうことで、うわそうなかなかね、あの、まあ、個人差あるみたいなんで痛いみたいで、もう血だらけじゃないですか。これね血じゃないんですね。これね赤いインクをこうギュッて拭くと、あそう赤いインクでした。そんなにで次これね、熱海の、ゲイバーの69っていうのがあるんですけど、たっちゃんそこのそう勝木くんっていうママが、うん太ももに掘ってくれてるんだけど、うんうんうん、これ、ね、真ん中にあるあのうっすら見える何かをね、何かですね、そうあれね若気の至りで掘っちゃったらしくて、あ、ずっとどうにかしたかったのをこうプロの方にねリメイクしてもらって、ただめちゃくちゃかっこよくなるみたいな、うん、そうただね短時間でねよくここまでやったなという、すごいっすね綺麗な、そうそうこれほら血だらけな感じに見える、見えますね。これはね墨とこうどうしても拭き取んなくちゃいけないんで、あでそれがちょっと汚れてる感じに見えるんですけど、後ですごい綺麗になって、そうそうそう。でこれがね、まあ、どんな感じでなったかっつったらこんな感じで、綺麗なショーツですね。ショーツはね関係ないんだけど、その見てもらいたいのはももの方で、ね、あーももあそうでこんな感じでね、あまあこんな感じのねちょっと変わったコラボのイベントが開かれてたんでね、うん、まあまたやるとは思うんで、また興味ある方は、ね、あ言ってましたね、またそう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 、どこかで、うん、また来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。